まもなく東京ドームは2023年のジャイアンツの戦い始まろうとしています。先頭バッター1番センターの岡林、左のバッターボックス、マウンド上来日1年目、球団初の来日1年目での開幕投手のタイラー・ビーディ、投じる1球目アウトコース、わずかに外れてボールです。さあ、小笠原慎之介です。5年ぶり2回目の開幕投手、5年前は開幕で黒星でした。一方のジャイアンツは新しい顔、1番のオコエ、ボールに非常に力のあります小笠原慎之介です。